風流。
チみたいじゃんか。すごい。江戸時代へのタイムスリップがテーマのビジネスモデルみたいだね。本格的ね。私も知らなかった。こんなとこいつの間に作ったんよ。ミュウ、情報通り女性客が多いですね。よし、しかしこの場違いな曲は何だ。これはストークっていう楽師の曲です。僕より女性人気高かったんですよね。ストークの曲が流れてるってことは彼もここにいる公算が高いです。学士たちには管轄みたいなものがあって、自分のテリトリーでは自分が作ったミュウの曲をガンガン流すようにソーンに指示されてたんです。ミュウの信者を増やすためか。ええ、マインドフォンほど即効性はないですけど、ずっと聞かされてたら嫌でも頭から離れなくなりますからね。どこかにそんな薬局あったわよね。刷り込み効果ってやつだな。同じ情報に反復的に触れさせることで癖にさせるんだ。広告業界なんかがよくやる古典的な手法さ。古典はセオリーだ。効果は抜群だよ。上等だ。スイートピーがいなくてもそのストークってやつをとっ捕まえりゃいいんだから。どっちでもいい。学士を探そうぜ。
曲ってなんてメロウで甘くて切な尊いのかしら。この曲を聴くだけでいつもストーク様に見守られてる、そんな気になっちゃうのよね。一枚一枚服を脱がされて心を裸にされていく感じがもうたまらないの。きっと本人もすごいテクニシャンで抱かれたい男にランクインするくらいかっこいいに決まってるよね。あー震えちゃう。ほらね、この曲がそんないいか。大の男が愛だの恋だのめめしいだけじゃねえか。ちょっとそこのウドの大木、ストーク様の曲に何ケチつけてくれちゃってんの。そうよそうよ、この曲の尊さがわからないなんてでかいだけで頭に血が回ってないんじゃないの。なんだと。大きいことはいいことだろうが。やめとけ小太郎。大きいことはいいことだろう。だってそれしか自慢できるものないだけじゃん。あんた僕はバカですって顔に書いて歩いてんのと一緒ってわかんないの。わかるわけないか、頭に血回ってないんだもんね。ペラ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 。あんたたちこのうすらバカの仲間、こいつと一緒でストーク様の曲の良さが分かんないの。はあ、口で言っても分からないようね。みんな、こいつらにストーク様の良さ分からせてやろうよ。やっちゃえ。はあ、口で女の子にかなうわけないじゃないですか。さ、小太郎先輩、行きましょう。ちくしょう、覚えとけよ。お前らなんか何かあっても助けてやっからよ。Thank you.
学習を見なかったかって？聞きたいのはこっちだよ。ストークに会いたいよ。けっ、こいつも震える口かよ。小太郎先輩、しー、そういえば、スイートピーとフラワープリンセスたちは重装船によく来るらしいよ。重装船？アルカリ性の温泉のことですね。脂肪や分泌物を洗い流してお肌をツルツルにしてくれるらしいです。二条院静香がお肌をツルツルに？そっちで想像するのやめましょうよ。心は乙女ね、私より。何のことだ？学士ならストークってやつじゃなくてもいいんだよね。じゃあその重装船に行ってみよう。Thank you.
全力で行く。ここで立ち止まるわけにはいかない。
小玉さん、気をつけて。あら、ありがとう。優しいのね。小玉さん、怪我はない？部長のおかげでね。なんでこんなことしなきゃいけないの？全力で行く。琴乃さん、怪我はない？部長のおかげでね。加減はしない。みんな、お疲れ様。
中野さん気をつけて。あら、ありがとう、優しいのね。よし、先に進もう。帰宅部、活動開始。全力で行く。力がみなぎる。なんでこんなことしなきゃいけないの？手加減はしない。琴乃さん、怪我はない？部長のおかげでね。帰宅部、活動開始。手加減はしない。ここで立ち止まるわけにはいかない。琴乃さん、気をつけて。あら、ありがとう、優しいのね。次もこの調子で行こうね。
さっさとやっちゃいましょう。手加減はしない。次もこの調子でいこうね。Thank you.
どっちですかね。どうしましょう。こっちだろ。みんなさっきから何を言ってるんだ。難しい問題なんです。よし、待ってろ。俺が見てくる。男湯にはいなかった。なんてこった。だけで行くしかないね。仕方ない、私たちだけで見てきましょう。はい。面白くなってきた。俺たちはここで待機しとく。無理するなよ。いたら風呂場から追い出すだけでいい。了解です。行きましょう、部長。湯気でよく見えないですね。仕方ない。見た目は女でも中身は二条院静かだからね。
のまま中に入るわけにもいかないでしょ。減るもんじゃないわ。ほら、みんなも。ここなら変な機械みたいな人たちはいても野蛮でむさ苦しい男は絶対いないし、極楽極楽。あいつら人をギトギトの脂身男だなんて言いやがって、絶対許さないんだから。まったく、なんで男なんて生き物がいるんだろう。はあ、なんで男なんだろう。どうも。どうも。奇遇ですね。奇遇ね。男性がお嫌いなんですか？まあ。私もなんですよ。本当に、なんであんな種族がいるんですかね。粗暴で無神経で、スケベで臭くて鬱陶しくて。初めまして、私天本彩菜です。彩菜さんね。初めまして、私はスイートピーです。変わったお名前ですね。タレントさんか何かですか？ここでは似たようなものかな。そうなんですか。じゃあなおさら気持ち悪いオタクみたいな男につきまとわれて大変じゃないですか。本当男って最低ですよね。そうよね。不潔で油ぎっしゅで。そう、気持ち悪い。20メートル先にいるだけでも耐えられないですよね。そこまでなの？もちろん200メートル先でも無理。アウト。不快極まりないですよ。まあ油が不快極まりないのは同意するわ。顔とかね、テカテカになっちゃうから。メガネのつるの裏とかペチャってなると最悪よね。ラーメン食べてたりすると油汗がつるを伝って丼の中に落ちたりするのよね。
でもよ、一応彼らも地球の片隅に命を授かった宇宙船地球号の乗組員なわけだし。それくらい許してあげてもいいんじゃない？ダメです。何言ってるんですか？そうやって女性が甘い顔するから男がつけ上がるんですよ。どう？それらしい人いる？周囲10メートル以内に敵へなーし！刀も面影いっぱい！スイートピーがいたらと思うと気になって、それどころじゃないですよ。もう、戻りませんか？さすがに、これは恥ずかしいよね。なっ！あいつら、どうしてここに？どうかしたんですか？しました。大変、湯船から上がった方が。いやハセすごいですよ。早く上がりましょうよ。こっちの方はどうかしら。象になりすまして覗いてたのね。なんて卑劣な。
呼びでない？お呼びでない？スレンダーで美しいお嬢さんだね。好みのタイプだよ。いつまでそうしているのかね。ほっといてください。もうこんなチャンスは二度と巡ってこないんだ。行け。そうか、そうだった。ああ、そういうこと。待て、この野郎。
くそ、なんて重さだ。お前ら無事か？あれ、質量は現実と一緒ですよ。ああ、早く立って。おい、今度は何だ？キャー！覗き！変態よー！うわっ！何してるんですか？なんか聞くだけやぼそうだね。まさかこいつもとはな。すまねえ、見失っちまった。あいつむちゃくちゃ足速いぞ。この子がワイヤーで言ってた子かい？君らと同じ力を持ってるっていう。ええ、みんな揃ったことだし情報を共有しましょう。じゃあそのストークってやつは？女性客に擬態して混乱に乗じて逃げたに違いないわ。銅像に擬態して堂々と女湯を覗き、僕らを踏んづけて逃げたのか。許せない、絶対に許さないぞ。お前絶対羨ましがってんだろ。モチビッチョに呆れられるなんて、あんた相当だわ。でも困りましたね。スイートピーさんにも、のぞきまさんにも逃げられちゃいましたし。いいえ、あの変態はまだこの施設にいると思うわ。ケンスケ君、好き放題に覗ける女湯があったら捨てて逃げる？逃げるわけありませんよ。変態だ！ストークがケンスケ君になりすましてたりして。バカなこと言わないでください。今のは僕がストークだったらっていう意味で。いや、僕はストークじゃありませんよ。超ケンスケの意見なんじゃん。変態！変態だ！みふえちゃん。うん。わーお、紳士の密かなたしなみを汚した帰宅部諸君、君らを決して許しはしない。見つけられるものなら見つけてみたまえ。じっくりたっぷり寝め回してやる。ほらね。気持ち悪い。読めましたよ、この曲。甘いラブソングに聞こえますけど、本当は奴の反抗声明なんです。
いつも君を見守ってるとかなんとか調子のいいこと言ってますけど、全部覗きの歌なんですよ。なるほど、犯罪者の心理を一番理解できるのは犯罪者、変態の心理が分かるのは変態なんだな。気持ち悪い。ちょっと、ストークを見つけましょう。これ以上この子みたいな犠牲者を出せないわ。問題はこいつだ。このまま野放しにしておいたら死人が出るかもしれん。つっても帰宅部に入れたら俺たちが殺されるぞ。尋常じゃないだろこいつの男嫌い。私たち女子で説得してみるわ。少し時間もちょうだい。1名変態もいるけど害はないから。もう！天本彩菜です。その説は失礼しました。私ももうこんな世界にはいたくないので、帰宅部に入れてください。ありがとうございます。リラックス、リラックス。本当に大丈夫かよ。爆弾抱えてるようなもんじゃねえか。やるなら彼らからどうぞ。まあ対男性学士用の思考性人間地雷を手に入れたと思えば。勘違いするなよ、敵は学士だからな。いい加減にして。おい、それじゃああの変態をとっちめてミュウの居場所を聞き出しましょう。どうせまた何かに期待してどこかから私たちを覗いているに違いないわ。怪しいものを叩きまくって徹底的に探しましょう。
Thank you.
あやな、思う存分やっていいよ。了解。部長は巻き込まれないように下がってて。ぶっ飛ばしてやる。ほどほどに頑張る。手加減はしない。ほどほどに頑張る。ほどほどに頑張る。ぶっ飛ばしてやる。見せてくれ。いやいや、ほらありのままのいいリアリゼーション。僕は死ぬまで君を離さない。全てをちゃんと抱きしめよう。次もこの調子で行こうね。手加減はしない。
手加減はしない。次もこの調子で行こうね。なんでこんなことしなきゃいけないの？手加減はしない。よし、先に進もう。
んでこんなことしなきゃいけないの？手加減はしない。全力で行く。よーもうダメ。手加減はしない。次もこの調子で行こうね。
まぐれでもよく見破ったな。まだまだ。
っとこっち来てくれ。なんか元部長が呼んでるよ。部長、こっちだ、こっち。コソコソして感じ悪。これだから男って。どうした？二人揃って。ちょっとね、彩菜ちゃんについて相談してたの。放っといたらそのうち健介や小太郎あたりと揉めるんじゃないかと思ってな。そうなる前にあいつの男嫌いを直す手伝いをしてやってくれないか。危なくてしゃあない。お前だってあいつらがぶっ殺されるとこなんか見たくないだろ。こんなこと頼めそうなの部長しかいないのよ。他のみんなじゃちょっと頼りないし、私じゃ彼女に言いくるめられちゃいそうで。それとなく話を聞いてみるだけでもいいの。致命的な地雷さえ分かれば回避できると思うしね。お願いできない？頼む。よかった、さすが部長。翔吾と違って頼りになるわ。たく、一言余計だぜ。ああいう気の強い女ダメなんだよ俺は。あやなちゃんだけかしらね。で、面倒なことを押し付けて悪いな。でもお前なら適任だと思うぜ。一つ頼むわ。任せといて、あたしがドーンとサポートしちゃうから。お前は何もしない方がいいんじゃないか。なんでよ、どういう意味それ。あの子の男嫌いには何か理由があると思うの。あまり無理強いはしないであげてね。急に脅かさないで。ごめんごめん、手紙書いてたの？もしかしてお邪魔だった？いいよ、別に急ぎじゃないし。小学生じゃあるまいし、そういうんじゃないから。中学の頃、女の先輩に出したことはあるけど。で、何の用？この世に男がいるってこと以外
特に困ってないけど。おう、こりゃ重症だわ。あのさ、単刀直入に聞いちゃうけど、あやなはなんでそんなに男が嫌いなんよ。なんでってそりゃ、臭いし汚いし乱暴だし、デリカシーはないし、無駄にでかくて場所は取るし、プライドばっか高くてすぐ威張るし、頭じゃなく下半身で物を考えるし、トイレの便座あげて用足すし、あるけど。もう十分だってば。まあそういう男がいるのは否定しないけどさ、そこまでボロクソに言わんでも。だいぶオブラートに包んだのに。マジか、こりゃ想像以上に手ごわいわ。ユウもなんとか言ってやっちゃって。力が強いとか、チンパンジーも強いよね。チン。稼ぎが多いとか、男尊女卑の名残でしょ。他に何かあったとしても欠点の方が多いんじゃない？とにかく生理的に無理なんだから、リズムで説得しても無駄。いやそうは言っても、アヤナの男嫌いが帰宅部の団結を妨げてるのは事実だし。全ての男を平気になれとは言わないから、せめて帰宅部の男子とだけでも普通に話せるよう努力してみてもいいんじゃない。彼らと話せないと弊害があるの？具体的にどうってのはまだないだろうけど、仲間の間がギクシャクしてたら帰宅部が空中分解して現実に帰れなくなっちゃうかもよ。ダメ、それは困るでしょ。分かった、やるだけやってみる。それで文句ないでしょ。よろしくやっちゃって。
フリュー。